はい、よろしくお願いします。スタートアップスタジオリーの開発プロセスについてお話します。よろしくお願いします。Hello、 こんにちは、ノリナックスです。開発部と技術基盤部の2つの部署の、取りまとめやってる技術本部長っていうのをやってます。で、趣味は、お酒で、まあ、その趣味がこうして、最近はもう1年ぐらいやってるんですけど、バーテンダーを副業でやってたりします。で、まあ、1年ぐらいやってるといろんな経験とかいろんなチャンスが巡ってくるもので、ついに最近某有名体験サービスのタビカさんからお声かけがかかって、載せませんかっていうので、今最近載せてるんで、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。で、今日話すことなんですけど、開発部のスタートアップスタジオの技術支援についてのフォーカス、そこにフォーカスしての話をしますと。で、まあ、開発部 OSS とかチェアフォーとかもやってますし、技術基盤部の方では、まあ、レガシーシステムの置き換えとか、効率は愛って断言している上田さんと一緒に RPA を全社に進めようということもやってたりします。で、スタートアップスタジオの技術支援についての話をします。で、まずスタートアップの特徴から、まあ、私たちどんな方針を考えなきゃいけないかっていうのを話します。ここ半分ぐらい岡田さんのパートなんですけど、僕が話します。まずスタートアップって成功確率 7% って言われてて、まあ、さらにこう大成功の 0.3% とか言われてるんですけど、まあ、これをこうシリアル的にこう1年ごとに1事業ずつ試していったら、なんか成功するのを何十年後よみたいな話になるわけですよね。なんでスタートアップスタジオではこう複数同時に多発的にスタートアップにチャレンジしていくっていうのを方針としてありますと。で、それを踏まえてこう私たちこう開発部では、まあ、たくさんチャレンジしなきゃいけないんで、まあ、たくさんのコストは使えないんで、その適切なコストで MVP プロダクトを開発していかなきゃいけないというふうに考えていますと。で、次スタートアップスタジオの方針として、まあ、ファウンダーがこういう事業を作りたいというアイデアに対して、それを実現するためにも全面的にバックアップするんですけど、そのバックアップしていくのが複数の事業をバックアップしていくんで、その経験とか情報とかノウハウがどん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 スタートアップスタジオに溜まっていくっていう、それで成功価値をどんどん高めていこうみたいな方針ですと。で、私たち開発部の方もその技術的なノウハウとかっていうのをストックしてどんどん活用していかなきゃいけないなって考えています。で、最後に、スタートアップのスタジオのスタートアップスタジオの方針として、その、スタートアップの事業が成長してグロースしていった先にどんどんエグジットして利益を得て、その利益によってさらに次のスタートアップを生み出すためのエコシステムを作っていかなきゃいけない、作っていくのが方針としてあります。で、それも含めて私たちではその成長していく事業を技術として実現していくための CTO として活躍できるエンジニアを輩出していかなきゃいけないかというふうに私たちは考えています。で、それを踏まえてこの開発部がどんな開発プロセスで普段取り組んでいるかっていうのをお話ししたいと思います。まず開発部のスタートアップスタジオの支援の体制として、まあ、シンプルにこんな体制になってます。プロダクトマネジメントするプロダクトオーナーがいて、で、開発チームがあって、その開発チームのエンジニアをマネジメントする、人がマネージャーがいるみたいな、こんな体制になってます。で、プロダクトマネージャーの役割としては、そのこういう今こういう事業でこんなプロダクトが欲しいんですっていう、ファウンダーと一緒に話をしてどんなプロダクトを作ろうっていうのを決める人ですと。で、このプロダクトオーナーがその事業がどんなことをやってて、どういう、こう事業のフェーズでどんな目的のためにプロダクトを作るかっていうのをちゃんと理解しないと、いいプロダクトって作れないですし、余計なものを作ってしまう可能性もあるんで、まあ、そこの余計なものを作らずに ROI の投資対効果を最大化するためにどうしたらいいかっていうのを考えるって感じですね。で、それは結果的にこう適切なコストで MVP を開発することになります。で、次に開発チームなんですけど、その開発チームは、基本的にはチームの役割とか、あなたは A チーム、あなたは B チームっていうのを固定しない方針でやってますと。で、さらにあなたはこれをやる人ですとか、あなたは DB をやる人です、あなたはフロントやる人ですっていうふうに属人化せずに、みんなが全部できるようにするために、方針でやってます。そのためにモブプロとかペアプロとかどんどん採用してます。それは結果的に技術のノウハウをどん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 人にストックさせることができるんじゃないかなって考えてます。で、最後にエンジニアのマネージャーなんですけど、エンジニアマネージャーはその個人のこう将来的にどんなエンジニアになっていきたいかっていうのを話して、そこからこうトライを一緒に考えていくみたいな。で、プラスワンオンワンを通してこうパルスサーベイ
ていうか、まあ、定期的にどんな状態かを確認していくみたいなことをやってます。で結果的にそれをこう取り組むことによって、まあ、エンジニアが成長して CTO として活躍できるようなエンジニアが生まれるんじゃないかというふうに考えています。まあ、こんな方針で私たちはやってます。まあ、そこから今どんなプロダクトがこう支援の事例としてあるかというと、まあ、さらっとなんですけど、さっき発表があった開業されているテックビットのプロダクトは、まあ、あのサーバーサイドの API をレイルズで作るみたいなことをやってたりします。あとこれまだリリースしてないのかな、まあ、間もなくリリース予定なんですけど、こう出会いのマッチングをのネイティブアプリを開発したりしています。でネイティブアプリを開発するために結構スタートアップスタジオと綿密にこういうアプリをどんどんリリースできるように投資しましょうというのを合意しながらやってたりします。でもう一つが、さらにネイティブアプリで、シアグリっていう農業体験のアプリなんかもリリースしてたりします。でまあ何かすごくこういいプロダクトをリリースしてるんだぜみたいなふうに聞こえると思うんですけど、やっぱりその適切なコストで MVP を開発してるんで、もちろんプロダクトの中身としてもまだまだな、機能としてまだまだなところもありますし、実際にリリースしてから こんなバグが発生したとかエラー画面出ちゃってるんですけどって、そういう たくさんの問題はあるんですけども、まあ、ただまあ、そういう経験もどんどんノウハウとして蓄積して品質を上げていければいいんじゃないかなって考えてますし、今私たちがこうやっていろんな事業に対してネイティブアプリとかを開発できる状態になってきたっていうのは大きな一歩なんじゃないかなっていうのを考えています。で最後になんですけど、やっぱり私大学12年ぐらいいて、こうやっていろんなエンジニアのマネジメントもしてきて、やっぱり技術の知識もそうだし経験とかって結局人に依存するものだなっていうのをすごく思ってて、じゃあその人に依存するノウハウとか知識をどうやって組織として活用するかっていうのはものすごく大事なことだなっていうふうに考えています。以上です。ありがとうございました。佐々木さん、ありがとうございました。ではフローリッシュの記入と、あと質問などある方いらっしゃれば、あと YouTube の方ももしコメント来てれば教えてほしいなという感じですが、何かありますか。ちなみに今ガイアクスコミュニティもね、ネイティブアプリ作ってもらう予定でやってます。それまたそのうち発表します。何かある方いらっしゃいますかね。じゃあちょっとせっかくなんで、バッジに緑のシールがついてる方いらっしゃいますか。じゃあ何か感想なり質問なりお願いします。今年20卒でエンジニアに採用された前田です。来年からエンジニアになると思うんですけど、と思うんだ。具体的になんか最初の頃、僕がどういうことが、僕の周りでどういうことが起きるのかなっていうのを教えてもらえるといいなって思います。お願いします。どういうことを起こしたいですかっていうっていうのは冗談で、基本的には開発チームの中に一緒に入って開発していくことになると思うんですけど、そのいかに低コストにプロダクトを実現できるかっていう技術選定がすごく重要だなと思ってるんで、今はネイティブアプリはフラッター使ってますし、ウェブで言えばレールズとかビューとか使ってるんですけど、なんかそういう最新の技術は追い続けてるマインドで一緒に仕事できたらいいんじゃないかなっていうのを考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。あと今コメントで弁当予約のアプリが欲しいって書いてらっしゃる TPK の方いらっしゃるんですけど、どうですか。あとで商談をさせていただいてぜひお願いいたします。他に何か質問とかある方いらっしゃいますか。 YouTube の方もだ、あ、はい、お願いします。ありがとうございました。エンジニアを採用する上でどういう点を見ているのかっていうところをちょっと知りたいんですけど、2つの観点を見ていて、1つは、事業ドリブンというかサービス
をこうグロースさせることにすごく思考性が高いエンジニア、または本当にこうプロダクトを作ることによって誰かの支援をしていきたいっていうタイプの、その2つのパターンで採用をしています。両方持ってたら最高なんですけど、片方に尖ってるのも良いなと思ってます。以上です。ありがとうございました。今の YouTube の方からコメントが来てまして、スタートアップスタジオ人を育てる過去コミュニケーション方法とかというところにも着眼を置いていらっしゃるのでしょうか。 K 池田様からいただいてます。 K 池田さんありがとうございますコミュニケーション方法は、その今プロダクトマネジメントやってるメンバーがスクラムマスターのこう資格も持って、まあ、プロダクトオーナーの資格も持ってるんですけど、基本的にはそのスクラムの仕組みを使ってこうエンジニアがちゃんと自分の意見を言えるようにとか、エンジニアが自らこうプロダクトにのことを考えて開発できるこう仕組み作りっていうのは取り組んでいたりします。